隠したいもの、自分の隠したいものすべてを、 J ウルトラハードジェルです。汚くない全然。プラス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 、主にここですね。 DJ 加算加水素水です。普段 DJ& 社長として活動させていただいております。今日は私のデイリーメイク&ハイパー男受け悪いメイクを紹介します。興味のある方はどうぞご覧ください。カラーコンタクトはロシアンベルベットっていう商品名のグレーのタイプを使用しております。半径がすごいちっちゃいんですけど、すごいハーフっぽく見えるので男受けめちゃくちゃ悪いです。でも好きです。髪に使用したのはこの J ウルトラハードジェルです。これはストリートファイターに出てくるガイルさんも使っているというあの J ウルトラハードジェルです。これはすごくカチカチになるんですけど、何よりもシャンプーですごい落ちるっていうのがいいです。頭を作る手順はこうある状態からこう上げて、こうある程度もうフィーリングで整えてって、整えて今だって時にこの状態で J ウルトラハードジェルを適量手に取り、シュ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 とこう手全体に行き渡らされさせて、手串でこうまず波じゃない流れをこう作るんです。作ってシュワーッつった時にこのコームのまた出番です。このコームでサササササッつって、サササササッつって、ビオレ UV 化粧下地 UV 皮脂テカリ防止です。日焼け止め兼下地なんですけど、 YouTube を見ている方だったら一度は出会ったことがあると思います。化粧崩れしないよみたいな広告に出てくるじゃないですか。あれにまんまと釣られて買いました。めっちゃ化粧崩れしないです。 SPF50 プラス PA プラス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 です。これ4プラスって読むんですね。きっとね。これはメイベリンパワープライマー01ナチュラルメイクアップベースです。これがないと生きてきません。私の広がりきった毛穴を見事に埋めてくれて、その後にパウダーをはたくと見事に毛穴が消えてくれます。マジおすすめです。だいたい1200円ぐらいで売ってるんで、これがない時はマジでドラッグストア駆け巡ってもう一本買います。こちらはケイトシークレットスキンメイカーゼロのリキッドタイプの01番を使用しております。目の下のクマとか隠したいもの、自分の隠したいものすべてをうまく隠してくれます。顔全体に塗ってって感じですね。セザンヌウルフア仕上げパウダーの01番ルーセントベージュのおしろいです。こちらも SPF16 と PA がプラスプラス入っております。なので日焼け対策めっちゃ大事だと思うんで、めっちゃ使ってます。次に使用したのがキャンメイクグロフルールチークスの03番です。これを目頭と目尻に塗りました。目頭の方にグリグリ結構塗って、こう人じゃない感を出しています。で、目尻は気持ちポンポンみたいな感じで塗っています。これを塗ることによってちょっと彫りが深く見えるかなみたいな、そして人からちょっと離れるかなみたいな感じです。そして男受けめちゃくちゃ悪いです。アイシャドウに使ったのがビスアーバンシングルアイカラーの29番パプリカです。この色が好きでいろんなところに行ったんですけど、パプリカめちゃくちゃ売り切れてて、
最終的に通販で買いましたこれをまずアイホール全体に塗って、でここのさも涙袋があるかのように涙袋を避けてこう薄くっていうかこうクマ隠すみたいなレベルで目頭につなげていきます。二重のこのラインに沿って行くような感じでビスアーバンシングルアイカラー23レッドブリックを塗っていきます。そしてその後くの字を書くようにここでちょいちょいちょいつってちょいちょいちょいって言った後にそのさっきのパプリカをなぞるように薄めにスーッスーッと引いていきます。これは目頭の方まで持っていかなくてちょっと目尻の黒目の下ら辺でこうフェードアウトシュッみたいな感じで塗っていきます。ここの鼻のてっぺんと、こことここの C ゾーンを結構大きめにキャンメイクグロフルールハイライター01番をグリグリ塗っていきます。なるべくこう人から離れたようなメイクにしたいのでグリグリ塗っていきます。そしてギラギラさせていきます。その後にキャンメイクマットフルールシェーディング01番をシェーディングとして塗っていきます。ここのノーズシャドウとして使っています。で眉の下にも塗っていくんですけど、めちゃくちゃ彫りを深く見せるためにもうグリグリと鬼のように塗っていきます。このブラシがすごく優秀な感じですごいカットがいいんですごいここにフィットするんですよ。でそれをこう気持ちこうクロスする感じで塗っていくといいって美容系 YouTuber さんが言ってたんで真似してます。その後にキャンメイククリーミータッチアイライナーの02番このブラウンのアイライナーで目頭の切開ラインと全体的に描いてってちょっと下げてアンニュイな感じを出していきます。これめちゃくちゃ落ちないんでおすすめです。その後メイベリンラッシュセンセーショナルフル&リッチ01ブラックマスカラを下まつげだけに塗っていきます。これ私は上のまつげに塗るのあんまり好きじゃないので下まつげだけに塗ってよりこうアンニュイなこうけだるそうな感じを出していってます。しかもめちゃくちゃ濃く塗る重ね付けで何度も何度も塗るんですけどこれめちゃくちゃブラシが優秀でほい綺麗なコームになってるので下まつげ描きたい人にはめちゃくちゃおすすめです。つけまつげはこちらのミッシュブルーミンアイラッシュナンバー3ピュアスイートを使いました。これは横の長さがなくて結構すっぴんに近いようなまつげなんで私はあんまりこうバサバサしてるつけまは似合わないのでこちらのつけまつげをすごく愛用させてもらってます。つけ方のコツとしてはまずこの台についてるつけまつげののりを全部きれいに取ってからその後につけまのりをつけてつけるよく乾かしてからつけるみたいなのがいいんじゃないかなって思います。でもつけまつげって何回も使うじゃないですか。その次使う時にちゃんとその前回使ったグルーを取ってで綺麗にした状態でつけた方が後々取れてきたりとかはすごい減ると思います。そして最後は、イブサンローランのボリプテティントインバームの5番デアミープラムです。唇に塗りましたこれ中がちょっと汚くない全然。ここのピンクの部分がティントになっていて周りはこのボルドーのカラーになってるんですけど一
見どぎつい色かなって思って唇に塗ってみると結構シアーな感じですごい溶け込む感じがします。でティントなのでお食事した後も血色感が残って、ここは男受けいいでしょう。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。このメイクのポイントは主にここですね。ここが 80% を占めています。あとはいかに騒いでメイクが崩れないかがポイントです。楽しかったと思う人はぜひチャンネル登録をしてください。あとは他の動画もぜひ見てください。めっちゃ面白いです。ありがとうございました。